トラックの、車内の様子です。わかりますか？この運転席ですね。まあこれハンドルなんですけど、わかりますかね？作業着干してますね。カラカラのね、作業着着たいんで、干してます。まあ別にね、汗かいてね、仕事しないんで別にね、乾かさなくてもいいんですけど、まあ明日朝一着替えないといけないので、ね、とりあえず分かりやすいところに置いてまーす、ね、これ分かりますかね？運転席なんですけどね、まあ水とかね、普段カビンベッドの方に置いてるんですけど、まあ寝るとき邪魔なんでね、とりあえずこっち置いてまーす、ね、袋麺、ね、トラック車内で調理してますんで、あと、ね、レトルトのご飯とかカレーとかね、箸とかね、こんなものを一式、この袋を入れてます。これゴミ箱ですね。あまり映さないようにしておきましょうね。で、カーテン、閉めますんでね、もうほんと個室ですね。キャンピングカーみたいなね。そんなこと言うとキャンピングカーのね、乗ってる方に怒られますけど、こんな感じでもう完全個室ですね。でこれはクーラーボックス で、まあ、ちょっとこれ食べがけなんで映さないですけど、でクーラーボックスはもう冷蔵庫代わりということで、まあ、普段助手席の上あたりに置いてるんですけどね、ご飯食べるときはこれ、机にしてもテーブルにしてます。で、まあ、一応ここ、ね、仮眠ベッドと、ね、運転席仕切るセンターカーテンなんですけど、僕これあんまり使わないんですけど、ね、ちょっと仮眠取ろうかなっていう時結構便利ですね。で、寝床はここですね。これ仮眠ベッドです。運転席、助手席の後ろ側、ここが、仮眠スペースになってます。僕はね、風水好きなんでラベンダー色の敷布団と枕で、この掛け布団もね、あったんですけど、ラベンダー色のそれをね、ちょっと捨てました。こんなところにもね、収納がなかなかないんでね、こんなところにも収納作ったりして、ね、これ紙コップとコーヒーと、普通のね、人並みの生活が送れるようにね、頑張ってまーす。結構ね、車内も広くて、ちょっとね、これじゃ映像じゃ分かりにくいかもしれませんけど、結構広いんですよ。ここにこれカセットコンロですね。これ、本当これさえあれば何でもできるっていう魔法のカセットコンロです。でまあ、ヘルメットもね、あの辺にありますけど、まあ邪魔になりますんでね、あんなところに置いてます。こんな感じでですね、人並みの生活は送れると思いますけど、ベッドのね、この寝心地ですけど結構いいですよ。僕はもう家で寝るよりもトラックで寝る方がよく寝れるぐらいで、なかなか快適です。ただね、いろんなところを行きますんで、いろんなところで寝ますけど、結構勾配があったりするんでね、頭の方が下だったり上だったりね、血の巡りはどうなんだってとこもありますけどね、まあ多分大体の方は高い方にね、枕を置いて寝ると思うんですけど、僕は結構風水気にしますんで、必ずこのカーナビでですね、カーナビでこれ出ますんで、わかりますか？ここですね、方位わかりますね、今左斜め上ぐらいかな、左ですね。ということで今日は枕こっちですね。この方角見ながらなるべく
北に近いように、北に近いように枕を設置する。なるべく北枕で寝るっていうのが僕の、いろいろ風水勉強した中での結論でして、なるべく北に近い方で寝る。で、ごく稀に真正面に北向くことあるんですね。どっち側で寝てもね、北にならないみたいなね。そういう時はもう気にしてません。まあその程度ですけど、こんな感じでトラック生活を送ってます。なかなかね快適ですんで、でもう結構ね個室感ありますんで、なんか一つ僕自分のお部屋みたいな感じで生活できてます。以上、トラック生活のご報告でした。